21-09-13 月曜日、高床カジュアルから再構築しているフォーマルですね。今回2日目です。リズムにちょっとこう特化していこうかなと。低い音が欲しいという感じなのではあるのだけれど、金木犀の匂いが。ちょっと今分解しています。分解しただけでもグルーヴないそう。まずはキックの音、ピッチを変えずにどこまでいけるかやっていきましょう。音はこいつですね。で、さらに EQ、ダブル EQ をかけます。コンプかけるか。ドラム用のコンプをかけてみましょう。ボス、ボスっていう音が理想なんだよね。リミッター外すと2だって。よし、じゃあ EQ 50以下は絞ります。で、ローキックの音って結構ほらプチプチ言ってる。はい、キックできました。うん。で、弱いキックの音、あ、弱すぎるかな。これでキックがとりあえずできましたと。次はスネア作りましょう。どこがいいかな。このここかな。重くしたいなっていうところと、もう少しディストーションかけてみようか。で、さらに EQ をいじっていきましょう。やっぱローを上げる。スタン、タン。リズムっていうか、ビート作っちゃうともうそれ崩せなくなっちゃうっていうか、まあ、崩してもいいんだけど。はい、ドラムというかキックスネアだね。キックスネアができました。で、ここに、ベース、もうこれだけ入っても、
分の19なんだけど、これでベース入れてみようかなと。ビットを落とすともうぽい音になっちゃうんだな。で、ローを。ワンコード。ちょっと純粋にボリュームだけ下げたところも作っとくか。そうすればディレイっぽく。終わりにしましょう。